参考人閣議には平成23年度総予算についてそれぞれのお立場から忌憚のないご意見をお述べいただきたいと存じます。それでは議事の順序についてご説明申し上げます。まず最初に参考人閣議から1人10分程度でご意見をお述べいただき、その後委員の質疑にお答えいただきたいと存じます。委員の質疑時間は限られておりますので、お答えはできるだけ簡単明瞭にお願いいたします。なお念のため申し上げますが、発言の際はその都度委員長の許可を取ることとなっております。また衆議院規則の規定により、参考人は委員に対して質疑することはできないこととなっておりますので、あらかじめご承知おき願いたいと存じます。それでは久保田参考人、久保田さん。経団連の久保田でございます。今日はこの TPP に対します経済界の考え方について説明する機会を与えていただきまして、大変感謝申し上げているところでございます。経団連では経済連携協定、EPA と言っておりますけれども、この推進を WTO を中心とする多角的自由貿易体制の維持強化と並ぶ貿易投資自由化のための車の両輪というふうに考えて取り組んでいるところでございます。で、 WTO のドーハラウンドが長期化する中で、各国とも2国間あるいは多国間による EPA のネットワークの拡大に力を入れておりまして、我が国が国際的な競争の中で不利な立場に置かれないためには、この EPA の一層推進というのが急務というふうに考えております。しかしながら、これまでに我が国が署名締結した EPA の相手国が我が国の貿易総額に占める割合はまだ 17% ということでございまして、自動車、エレクトロニクスといった基幹産業において我が国企業と激しい競争を行っている韓国の場合には、貿易総額に占める EPA の割合が 36% ということで、20% の差がついているということでございます。これは韓国がアメリカ、EU と FTA をすでに署名しているということもありまして、我が国もこれら主要貿易相手国との協定をできる限り早期に締結する必要があるというふうに考えているところでございます。他方、ASEAN との間で締結された EPA を環太平洋へと拡大していくということが非常に重要というふうに考えてまして、昨年11月の横浜での APEC 首脳会議では、ASEAN プラス3ということで、ASEAN と日中韓、それから ASEAN プラス6、さらにインド、オーストラリア、ニュージーランドというものを加えたものと、それから TPP というのを基礎として、アジア太平洋自由貿易圏というものを最終的に追求していくということになったわけですけれども、この中で唯一、交渉段階にありますのが、実現が近いと言われている TPP でございます。ご承知のとおり TPP はシンガポール、それからニュージーランド、チリ、ブルネイの4カ国で2006年に発行した EPA を基礎としておりまして、現在それにアメリカ、オーストラリア、ペルー、ベトナム、マレーシアを加えた9カ国で拡大交渉が行われているということでございます。関税だけでなくて、サービス貿易、投資、知的財産権、人の移動、規制の調和など、幅広い分野での合意が目指されているところでございます。経団連としましても、昨年6月にこの TPP に我が国も参加するように提言いたしました。菅総理が臨時国会での TPP 参加の方針を示された、表明された10月には、さらに緊急提言を取りまとめて、さらに11月には、今日お手元にお配りしておりますように、日本商工会議所、経済同友会とともに、経済3団体で TPP への参加を求める緊急集会を開催しまして、いるところでございます。昨年11月には政府におきましても TPP について、国内の環境整備を早急に進めるとともに、関係国との協議を開始するということを閣議決定されまして、先月には6月を目途に交渉参加について結論を出すということにされているところでございます。経団連としては、この決定を高く評価するとともに、できる限り早期に交渉参加を決断していただきたいというふうに考えているところでございます。TPP は現在の9カ国からさらに拡大して、将来はアジア太平洋諸国を広くカバーするアジア太平洋自由貿易圏に発展していく可能性を持った協定でございまして、新成長戦略の一環として、2020年までにこの自由貿易圏の構築をすることが目標されていることからも、これに我が国が参加しない選択肢はないものというふうに考えております。
仮に参加しない選択をいたしますと、企業は生き残りをかけて TPP 参加に生産拠点の移転を加速することになるというふうに思っております。例えばエレクトロニクス業界では、企業のグローバルなサプライチェーンの中で基幹的な重要な部品を我が国で作って、それを東南アジアにおいて、あるいは東アジアで生産された部品と組み合わせて、そして完成品をアメリカで輸出するというような、まあ、グローバルな水平分野が進んでおりますけれども、まあ、このうち我が国で生産される基幹部品が、製造原価のかなりの部分を占めておりますので、仮に TPP に我が国が参加しない場合には、関税引き下げのメリットは享受できないということで、国際、コスト競争力を失うということになっているところでございます。まあ、そういった中で、基幹部品の生産拠点までも日本から TPP 参加国に移転せざるを得なくなるという恐れがありまして、これら基幹部品の生産を行う高い技術力が国外に移って、またそれによって国内の雇用が失われることは、貿易投資立国、技術立国として有識事態だというふうに考えております。また国内需要が残念ながら縮小している中で、輸出などの対外取引の拡大を迫られている中小企業にとっても、例えば TPP 諸国が通関手続きを共通化、簡素化する場合、成長著しいアジアや大市場であるアメリカを含む TPP 諸国との輸出にを円滑化できるといった、まあ、メリットを享受することができるわけでございます。まあ、本来であればもっと時間をかけて検討すべきという主張がございますけれども、まあ、残念ながらこの TPP 交渉に参加するかしないかの判断をするための時間的な余裕があまりないというのが現状でございまして、米国はじめ他の8カ国も本年11月のハワイでの APEC 首脳会議までの合意を目指しているというふうに聞いておりまして、我が国としてはできるだけ早期に交渉に参加するということが重要だというふうに考えております。また、米国は TPP を通じて21世紀型の新しいルールを作るというふうに言っております。貿易投資を阻害する要因として、製品の規格、基準の違い、知的財産権の侵害、投資に際しての技術移転の強要など、まあ、関税以外の問題が重要性を増しているということを考えますと、こういったルールに、まあ、早い段階から日本も参画していくと。ということが非常に重要だと、一旦出来上がったルールをですね、後から参加して、我が国の事情とか主張が反映されないルールを一方的に押し付けられるというよりは、むしろ早期に参加して、日本の主張をしていくということが必要だろうというふうに考えております。また、参加するには、参加するという手を挙げた後、まあ、各国の同意も時間がかかりますので、できるだけ早期にということで考えているところでございます。また日本がそういった TPP に参加することによって、日中韓 FTA など中国を含む取り組み、あるいは EU や韓国の FTA の発行を7月に控えて勝負の機会となっている、まあ、EU との EPA のですね、推進にも寄与するのではないかというふうに思っております。それから、まあ、農業改革の問題について申し上げたいと思います。私どもは農業は国民に食料を供給するとともに、まあ、地域の基幹産業として地域社会の維持に非常に重要な役割を果たしているというふうに考えております。一方、農業従事者の高齢化、後継者難などによりまして、将来に向けてその持続的な存続が危ぶまれる状況であるということを、まあ、大変懸念しているところでございます。経団連はさらに3月の10日に、力強い農業の実現に向けた提言というのを取りまとめまして、まあ、今こそ農業の競争力強化と成長産業化を図るべく、まあ、あらゆる政策手段を総動員した改革を迅速かつ強力に推進していくべきだというふうに提案したところでございます。経団連としても、その実現に向けまして、農商工の連携の促進など、農業界の皆様と一体となった取り組みを進めていきたいというふうに考えているところでございます。TPP をはじめ、EPA 交渉においては、高いレベルの経済連携を目指しつつ、我が国の実情を踏まえた国境措置の取り扱いなどを確保していくべきだというふうに考えております。まあ、TPP に入ると、まあ、即時完全自由化だといった、まあ、誤った情報もありますけれども、TPP 交渉においても、アメリカなどは既存の2国間 FTA で確保した除外、あるいは10年以上かけて段階的に関税を引き下げていくなどの措置の維持を目指しているというふうに聞いておりまして、我が国としても早期に交渉に参加して、国益に不可欠な有利な条件を追求していくべきだと。そしてそのような国内改革と国際交渉の進展を踏まえて、真に必要な国内対策は総合的にきちっと講じるということによりまして、国を挙げて経済連携の推進と国内農業の強化との両立を実現していくべきだというふうに考えております。まあ、以上申し上げました考え方に沿って、農業改革の基本方針を早期に決定していただきたいというふうに考えておりまして、繰り返しになりますが、私ども農業と産業が一体となって国際競争力を強化するということに努めていきたいというふうに思っております。私からは以上です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。次に。
堀口参考人にお願いいたします。堀口君。早稲田大学の堀口です。10分間意見陳述をさせていただく前に、私今まで茨城県の八千代町におりまして、この3日間若い農業経営者と議論を重ねているところであります。途中抜けてまいりました。八千代町は茨城の中でも規模の大きい経営が多くて、後継者も多分一番多いところでありますけれども、大体まあ100ヘクタールから120ヘクタールの延べ面積で米、それから麦大豆をまあ二毛作でやっている、まあ最も生産性の高いところだと我々まあ応援をし、今その経験をまあ全国に発信したいと思っておりますが、まあ、彼らはやはりこの TPP がどうなるかというのは一番関心のあるところで、もし関税がこの5年10年の間に撤廃されるならば、彼らのまあ工夫した麦大豆のコストでも対抗できない、いわゆる、まあお米についても中国産短粒種が4分の1の値段で日本着で来るというものに対しては、やはり今のコストを1割あるいは2割下げてもとても耐えきれない、まあ、こういう点で先生方のご審議をまあぜひ慎重にお願いしたいと思っています。まあ、彼らは120ヘクタールやるためには、隣のつくば市まで出かけてですね、トレーラーに今コンバインを乗せながら、走り回っておりますので、120ヘクタールを確保するためには農地をまあちこちに借りることによって、農地が分散をする、まあ、スケールデメリットも、発生をしておりますけれども、それをなんとか、まあ、交換工作で、隣接地と交換しながらですね、団地化をする、あるいは、霞ヶ浦用水から永遠と水を引っ張ってきてですね、これを、まあ、10年20年の土地改良を基盤に、まあ、彼らは受益者負担をしているわけでありますけれども、まあ、こういう、若い、まあ、後継者が次の展開をなるためには、この TPP については慎重なるご審議を私はお願いしたいというふうに思っております。で、私の資料をまあ中心に簡潔に説明させていただきますけれども、この TPP の提起はやはり極めて唐突な形で出てきた。今まで日本の FTA 交渉は関税を撤廃しない形で約1割を除外品目にしながら、各国と交渉をして重要な農産物を守ってきたわけであります。それがすべての関税撤廃を原則とする TPP、その中に入るということは、今までの方針と根本的に異なるというふうに認識しています。本来、力を入れるべきは WTO の枠組み、その中で重要品目と一般品目をいかに落着し、結論を出すかという方向、あるいはFTA を補完的なものとして関係国と結ぶ、あるいは日本が ASEAN 諸国プラス3とかプラス6とかですね、いう形で結んでいる、この方向をやはり重視しながら、一方で食料の安全保障のために食料自給率を 50% に2020年までに引き上げる、これと両立する貿易の枠組みもぜひお考えいただきたい、そこを地域の生産者、あるいは加工に従事する人たちが注目しているところであります。で、日本は世界で最大の農産物輸入国であるわけでありますけれども、一方で日本の農業を守らないかんということで、ご承知のとおり二次関税を高くしてそれを守っているわけで、そういう意味では一次関税、ほとんどがゼロでありますけれども、小麦あるいは餌用トウモロコシ、大豆等を世界でも大量に入れている、そういう中でそれ以上のものについては高関税でそれを日本の農業を守ると、こういう仕組みをしている、そういう意味で日本は比較的早くから関税を下げてきた、そういう国になりますけれども、現在の FTA の交渉ではそれが逆に日本側が切るカードが少ないというところも、外交交渉を非常に難しくしているところだというふうには認識しております。で、WTO が認める輸入規制はご承知のように基本的には関税だけであります。で、一方で輸出国側は日本側が関心を持っておりますけれども、輸出規制ができる、そういう中で日本は
2008年経験しましたけれども、いかにして自給率を高め、安全に、その農産物を輸入するか、こういうところをぜひとも進めたい、そういう意味で所得保障というのは、自民党時代も含めてですね、ようやく日本はそれを定着化したわけでありますけれども、これをぜひ生かしながら、できるだけ早くその農業構造を改善しながら進めると、こういう形に整合する貿易の枠組みをぜひお願いをしたいということで、私の話を終わらせていただきます。まだ時間はありません。どうぞ、まだ。そうですか、はい、僕は今のベルが10分目かと思いまして、慌てましたけれども、で後半のところを少し補足いたしますと、関税撤廃の影響を農水省は計算しております。計算のやり方はかなり正確に公開され、我々もそれをフォローしておりますけれども、計算の結果、農産物、これは対象を関税率 10% 以上、あるいは国内生産10億円以上の重要品目に限った上で計算をしますと、関税を即座に撤廃をし、それから今を上回る所得保障等をしないという前提で計算すると、4兆1000億の生産減少で、結果として自給率が 40% から 14% に落ちると。で、我々が話題にしている多面的な機能については、水田を、あるいは畑を失うことによって、3兆7000億のマイナスになり、さらにここはぜひ注目いただきたいんですけど、加工農産物についても、現在、小麦粉、あるいは砂糖とは高い関税で守っております。ここのところも農産物だけではなくて、国内の加工業も減ることによって、結果的に GDP7 兆9000億円の減少になり、アグリビジネスを含めて、就業機会の減少が340万人という数字を出している、そういう大きさになっております。例えば小麦粉で言えば、日本産がキロ113円に対して、その半額以下の45円で、中国産の小麦粉が日本着で来るというものに対して、この差をすぐさま埋めるというのは全く不可能である、そういう意味で、小麦については、小麦粉のレベルでですね、1% しか残らないという計算結果になる。ましてや北海道のてんさいや、あるいは沖縄のサトウキビについては、砂糖は品質格差というのはなかなかないものですから、そういう意味では、約3分の1の外国の政党が日本着で入ってくる、こういうものに対して、日本の農業はやはりそれに対抗する手を持たないということを、ぜひご認識をいただきたいというふうに思います。で最後、所得保障政策でその差額も埋めることができるのではないのかと、アメリカ、EU ではそれをやっているのではないのかと、そういう見解があろうかと思いますけれども、確かにアメリカ、EU は現在、国内の市場価格を少しずつ下げてきております。例えば EU については、従来の各国が介入してですね、国内価格を押し上げるという政策を長年取って、その結果、自給率が 100% を超えるようなレベルに達しておりますけれども、これを全時介入価格を下げてですね、国際価格に少しずつ近づけていることは事実であります。その結果、その差額を所得保障を EU 全体でですね、共通財政で負担をしておりますけれども、そういう仕掛けが日本でもできるんじゃないのかというご意見があろうかと思いますが、現在の個別所得保障の約8000億から9000億のレベルも、これもその差を補填するわけでありますけど、これはあくまでもあるべき生産費と、この現在の国内市場価格との差額を補填しているわけでありまして、これがさらに極めて安い輸入の産物、その差額を所得保障で補填するという場合には、極めて難しいし、ましてや日本は 40% の自給率を 50% に引き上げるとすれば、その財政負担はもうとても想像できないくらいの大きさになる、そういう意味で、所得保障でこのダメージを吸収できるんではないのかと
ということについては極めて難しいというふうに思っております。まあ、そういう意味でこの非常に重要な問題をぜひとも慎重に検討いただきたいということをお願いして私の陳述を終わります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。次に山下参考人にお願いいたします。山下君。日本政協連会長の山下でございます。本日はこのような発言の機会をいただきましたこと、感謝を申し上げます。ありがとうございました。さて、全国の政協の概況でございますが、現在地域購買政協に限ってみますと、組合員全国で1800万人ということでございます。これは世帯加入率ということで算定いたしますと約 35% ということで、3世帯に1世帯の割合でのご加入をいただいているということになってございます。私どもが組合員に提供しておりますサービスあるいは事業といたしましては、宅配事業、店舗事業が中心でございます。別の連合会でやっております共済事業もございます。あるいはこれも別の連合会になりましたが、医療福祉事業についても組合員にサービス提供をしているということでございます。購買政協におけます組合に提供しております商品としては、コープ商品ですとか、あるいは産直活動などがよく知られているところでございます。またこういった事業のあり方をめぐって消費者活動も活発に行ってきているところでございます。本題の TPP についてでございますが、日本政協連といたしましては賛成とも反対とも決めてはおりません。その理由と申しますか、背景認識について申し上げます。日本政協連は全国約500の政協からなります緩やかな連帯組織という性格上、そういった立場に基づいて判断をしているということがございます。構成しております会員政協は消費地の政協もあれば生産地の政協もございます。あるいは職域の政協もございます。それぞれ会員政協はその組合も含めてその立場でさまざまな考え方があろうかというように受け止めているところでございます。多くの会員政協や組合員もなおこの TPP について賛否を決めかねているという状況ではないかと、このように受け止めているところでございます。すでにこの TPP の影響につきましては異なる前提条件ということではございますが、経済産業省、内閣府あるいは農林水産省からそれぞれの試案試算が出されてございます。前提条件が異なりますということもあって、これを受け止める1800万組合のところではですね、これら試算データに基づいてどう考えるべきかなお戸惑っているという現状ではないかと、このように認識をしているところでございます。とはいえこの TPP 大変重要な課題であると、このように私どもも認識をしておりまして、それだけに国民的な議論の必要性を痛感しているところでございます。今後のお進め方に関しましては、ぜひ TPP に伴う農林水産業や経済等への影響に関わる基礎データや問題点を整理し、論点を明確にした上でですね、国民的な議論を進めていただきたいし、私どもも参画をしてまいりたいと、このように考えているところでございます。来週から政府によります開国フォーラムも予定されているというように伺っておりまして、大事な議論の場として歓迎したいと考えております。そういった場を通じて提供されるであろうデータ、試算、資料等に基づいて、私どもも日本政協連、あるいは全国の政協として、これから組合議論をぜひ、組み立てていきたいと、このように考えているところでございます。私どもは、この間、消費者の
組織、事業といたしまして、食に対する消費者のニーズ、要請、願いを次の6つに整理をしてまいりました。その1、食の安全ということでございます。その2、品質の向上ということでございます。その3、納得できる価格ということでございます。その4、選択性の保障ということでございます。その5、安定供給ということでございます。その6、環境保全ということでございまして、これを消費者の食に対する重要な価値観、価値基準ということで、私どもの組織や事業を組み立ててまいったところでございます。これを実現するために、生産者との共同も実現をしてまいりました。あるいは産直を通して、自給力向上にいささかなりとも貢献したいということで、産直活動を広げてまいりました。国産品原材料によります食品の開発等も重視をしてまいりました。米の消費拡大についても、コープ商品として取り扱う、あるいは無洗米を普及するなどを含めて、消費拡大に貢献をしてきたところでございます。もとより、これらのことを含めて、農業の多面的な価値についても、地域地域で重視するということで取り組んでまいりましたし、もう一方では、開かれた貿易体制の重視ということで、国際的な安定的な、しかも安全は、あるいはその品質は、国内外を問わず担保されているという条件の下で重視をし取り組んでまいったところでございます。例えば政協によりましては、農業生産法人を立ち上げて JA の協力支援もいただき、農業に参入をすることを通してこういった活動を広げているといった例も生まれてきているところでございます。私どもは消費者の願いとこのような食料自給力の向上等を両立させたいということで取り組んでまいりましたし、今後もそのようにしていきたいと考えております。消費者負担から必要な納税者負担への軸足を移していくということも必要かと思いますし、もう一方で自給力に加え競争力も農業は兼ね備えていかなければいけないと、このようにも考えているところでございます。これら両立課題につきましては、TPP 参加不参加にかかわらず、今後とも進めていく必要があると、このように考えているところでございます。最後に、いわゆる非関税障壁について申し上げます。非関税障壁が国特有の社会制度や経済構造などに拡大解釈されないよう配慮する必要があろうかと考えております。国民生活への影響を見極めるとともに、消費者国民にとって必要な制度や運用は後退することがないように配慮する必要があろうかと思っております。例えば、米国産牛肉の BSE に関する問題といたしましては、やはり国内外を問わず、安全の担保が重要であるという立場で考えております。つまり、月例緩和といった課題との関係では、やはり国内でこの間、組み立ててまいっておりますリスクアナリシスのシステムに沿ったリスクアセスメントから、きちんとした評価を組み立っていくということが求められるのではないかと、このように考えているところでございます。以上を申し上げまして、日本の全国の政協と日本政協連を代表しての意見として申し上げさせていただきました。以上、ありがとうございました。ありがとうございました。次に萩原参考人にお願いいたします。萩原君。ただいまご紹介いただきました横浜国立大学の萩原でございます。私の専門はアメリカの経済政策を研究しておりまして、今回のこの TPP というものが当時出てきた、それがどういうその日本に対して意味があるのかという点をお話したいと思います。10分という限られた時間でございますので、手短にお話をさせていただきます。私は菅総理がこの TPP 参加が第3の開国である、平成の開国であるとおっしゃいました。私はこれは第3の構造改革というのが
正しいネーミングであろうというふうに思っております。この第3の構造改革という意味はどういう意味かと申しますと、橋本総理がお始めになりました橋本改革、これは私は第1の構造改革と申します。第2が小泉総理大臣がお始めになりました構造改革でありまして、これは大変有名でございますけれども、これが第2の構造改革としますと、この今回どなたが総理大臣になるかは分かりませんが、どなたが総理大臣になられてもおそらくこの第3の構造改革というものが進むだろうということを思っております。それがなぜかと申しますと、その理由を申し上げます。この TPP というのは、先ほど堀口先生がお話になりました農業に対して大変大きな影響を与える、これは誰しもが知っていることでございます。しかし大きな問題はサービスでございます。今日の貿易というのはサービス貿易というのが大変大きな比率を占めてございまして、アメリカもこのサービス貿易の自由化と、サービス貿易を自由にするにはですね、人の移動、それから資本の移動というのが不可欠になります。ですから必然的にその国の規制その他の改革というものに手を突っ込みませんと、この自由化というものができないということになります。そこで、一体今アメリカは何をこの TPP で考えているか、もちろん農業、これは堀口先生のお話ですからのありましたので、時間の関係で省略させていただきますが、一つは私は医療だと思います。でこれは長年米国はですね、日本に対して、医療の自由化というのを要求してまいります。年次改革要望書というのは有名でございますけれども、この頃は外国貿易障壁報告書という、つまりこの頃の外国貿易というのはサービス貿易でございますので、物の貿易だけではございません。特にこの医療という点に関して言いますと、アメリカが非常に強く医療サービス市場へ外国からのアクセスを制限しているのは問題である、利益追求型の病院を建設するようにという、そういう要求を出しているわけです。でつまり今日の日本の医療法人、つまり利益を追求しないという、そういうシステムに対してアメリカは利益を追求できる、そうした病院を追求せよと、こういうふうに申しておりまして、薬価の決め方も自由化すべきであると、つまり今日の日本の保険制度、これを大きく変えようと、こういう要求を出してきている。でこれが私は今度の TPP の中で大変重要な議論となるというふうに考えております。でそれから3番目でございますが、これは私は郵政であると思います。でこれは郵政の改革というのは、ご承知のとおり2005年に郵政の民営化法というのが通りまして、それが2017年にその銀行、ゆうちょ銀行、かんぽ生命、これの民営化が終わるわけであります。でそれに対して、民主党政権になりまして見直しをするという、そういう話でございますが、もしこの TPP に入るということになりますと、アメリカは当然のこと金融サービスの自由化という観点からしますと、この民営化、郵政の民営化というのは不可欠なものでありまして、それを具体的にどう行うのかという点に関して要求してくると思います。そういうことを考えますと、現在民主党のと一緒に国民新党、国民新党というのは私の理解ですと郵政民営化に反対する人たちが自民党から飛び出たというふうに理解しておりますけれども、そういう方たちが果たしてこういう TPP というものに参加するということにどう考えていらっしゃるのか、私は大変疑問に思っております。それから要するにここでもう一つ重要なのは、日本政府が11月9日の閣議決定で述べたことでございます。経済連携交渉と国内対策の一体的実施ということでございまして、これをきっかけに日本の先ほど申し上げました構造改革というものを実行しようというふうに考えていることでございます。一つは農業であります。これは食と農林漁業の再生実現会議、これが6月までに結論を出すというふうに言っておりますけれども、つまり現在の民主党政権の政策は、かつての自民党が考えていた農業の大規模化、集約化、
これに尽きるのであります。それをするためにはどうするのかという今日の考えは、要するに農地法の改正という形で、まあ、いわば一般企業に農地の所有を認める、一般企業が農業生産法人の経営権を握れるという、出資比率を緩めるという、そういう考えがおそらく、この再生実現会議の中で出てくる可能性がございます。これは菅総理大臣がかねて主張しておりました、農業の集約化であるなら、私は何でもやるということをテレビで発言されておりまして、そのことが起こる可能性がございます。それからこのところで2番目に、人の移動ということで、具体的に看護師、介護福祉士の海外からの人の移動と、それからそういう点を書いております。でつまり、この民主党の考え方といいますのは、あの新成長戦略でございますが、この6月にできました、昨年6月にできました新成長戦略といいますのは、いわばその4月に経団連が発表されました、その再生経済成長戦略とほぼ同じでございます。ですから、このライフイノベーションにおける国家戦略プロジェクトというのが、財界のプロジェクトにもございますし、この新成長戦略にもございます。ということは、アメリカのそうした医療の進出というものと、いわば一体化させる形でもって、現在、おそらくこの医療の民主市場化というですね、自由化という方向に、日本の政府それ自身が進んでいくという可能性が極めて高いという、これは私は大変重要なポイントではないかというふうに思っております。従いまして、まとめますと、第3の構造改革の基本は一体何かというと、私は3つございます。一つは、農業地域への大企業の参入ということでございます。つまり、大手商社、あるいは総合商社の米の輸出、そしていわば農産物の輸入、そういうものを一手に引き受け、農業のいわば市場経済化、大規模化というのを、これを機に一気に進めていく。2番目に、医療分野の企業の参入、医療法人の株式会社化、つまりアメリカが主張しているそういう方向に、日本もこうして持っていくという、こういうこと、そして3番目に、郵政民営化、これをいわば実現していく、つまり見直しという形で本来展開されたはずのこの郵政民営化が、この TPP に参加することによって、一層かつて、小泉さんが考えられたようなあの民営化路線が、アメリカと日本の財界のいわば要求によって展開されていくと、これはおそらく間違いございません。最後に申し上げます。なぜそうなったかと申しますと、橋本改革では、大規模小売店舗法というのは98年に廃止されたんです。これで商業資本が地方に自由に出ることができました。98年に金融ビッグバンで金融自由化が展開したんです。これで日本の金融はアメリカ型のシステムに大きく展開するという形になってきます。小泉構造改革ではどうでしょうか。2004年に製造業に派遣労働が許されました。現在、日本の3分の1の労働者が派遣、つまり非正規労働、派遣とは申しませんが、非正規労働であります。こうした労働市場の極めて大きな新自由主義的な改革と申しますが、それが行われた。そして2005年に郵政の民営化であります。したがって、残っているのは農業と医療、そしてこの郵政の民営化を、あの2005年の小泉総理大臣が考えた、あの路線で、まあ、いわば日米の麗しき共同戦略というものがここで実行される、私は間違いないと思います。以上です。ありがとうございました。以上で参考人の意見の開陳は終わりました。